三度集い来た100人の選手たち、一体自分とは誰なのか、決定的な他人との違いを求めてさまよう者たち、今その者たちの魂の雄たけびを聞け。夕食の失敗サバイバルサスケ。さあ、いよいよ第一ステージです。前回よりもさらに難度を増してまいりました。日本中から集まった100人の強者たちが挑んでいきます。100人中果たして何人がこの難度を極めるまず第一ステージをクリアしていけるか。元暴走族の特攻隊長草野隼人、22歳であります。 1m70cm、 59kg。 高校にボクシングの推薦で行く予定でした。しかし素行の悪さが災いし、その話が流れました。そのことを恨みに思い、16歳の時に暴走族極悪に入りましたが、極悪はここで落ちてしまった。この春卒業する予定でしたが、しかし留年してしまった。そして落ちてしまいました。さあ、あとはどっちが丸太だ。丸太にしがみついた丸太が転落した。さあ、元気にかけては日本一。スーパーマン立川富弘、34歳です。 178cm。 さあ、メガネを外した。スーパーマンクリアした、クリアした。さあ、丸太、ローリング丸太、スーパーマンだ。立川、ローリング、ローリング、大丈夫か。もう落ちました、スーパーマン。長谷川家、前回の先のステージ、なんと13キロの減量を施して、そして3回目の出場となりました。この逆三角形の肉体にご注目ください。ボンベ配送業、毎日の仕事がトレーニングだ。このサスケの競技に出るために、なんとあの筋肉をあえて落として絞り込んでまいりました。体脂肪率ゼロかと見まごうほどの山田がぐるぐるっと回転する。まさに人生は回転木馬、ライカーローリングストーン。山田、筋肉を誇らしげに見せつけながら、33歳の肉体を前へ前へと運んでいきます。軽々と、心当たりは減量成功。さあ、ここはどうだ、アスリート殺しの丘、難なくクリアです。今度はターザンの領域に入ってまいりました。まさに毎日の仕事がターザンであります。楽勝です、楽勝です。残りあと10秒以上あります。いきました。まさに最後の動きはこの山田勝美。モデルとのクリックハンガー、これで10人目。みんな心配する、そんなどうやって待ったんですか。はい、気持ちいいって感じで、ジェットコースター好きだね。でもなんかこのまま気持ちいい感じやなって感じだったよね。一人カニ道楽だ。クイックマッスルの栄光、そのインディトメンツがかかります。余裕着々、ここで V サイン。2回目の余裕、心にくい怪我に。さあ、14秒を残した。第1ステージは14秒。ありがとうマッス。さあ、いよいよサスケセカンドステージ、鋼鉄のジャングルへと生き残った13人が向かいます。立山が行きます。屋根の上のスポーツマン、さあ行った。一般住宅の屋根の上のスポーツマン、やだ、いきなりの転落が出てきたか。さあ、この辺がどうか。大きな松葉、何とかの必要ないから、いきなり
山田が全く戻す、見せてくれます十字。最後は海南寺からで静止したアイソメトリックス。一番やっぱりスパイダーウォークが、そうね、あのハンマーと、もうそれさえいければあとはもう完全制覇したいと思いますよ。兵庫県からやってきたボンベ配送業、山田勝美33歳、腹筋も三段に割れている。13キロ減量、この種目のためにここまで体を絞り込んでまいりました。筋肉の山田、スパイダーウォークは前回阻まれた。ここで十字懸垂を見せた。屈辱の場所であります。あの時は涙のロザリオでありました。あの涙の十字架から山田、今度は同じ鉄は不満と語っておりましたが、ポールまでたどり着いた。13キロ減量、その苦労が実ったか山田。ここは冷静に冷静に渡っていく。さあ逆走コンベア、ここも腕力と筋力で稼いでおきたい。さあどうだ、手こずるか。順当に行きます、順当に行きます。山田は可愛い仕草に見えます。大力自慢、体と持ち上げていく、体と持ち上げている。午前7時の商店街、3つ目のシャッターが開いた。見事スパイダーウォーク練習してきましたもん。秋山和彦26歳、ご存じ怪我人の同僚であります。慎重に行きます、慎重に行きます。スパイダークライム、ここは股関節と上腕で何とか己の肉体を支えていきます。勢いがついたクルクルッとスピン出しました。そして5レーンハンマーであります。何とかこの手がスッと行っておきたいところであります。赤い消毒の怪我人、守護神は怪我人であります。おっと、ここであと残り10秒を切ってしまった。ここでちょっと失速でした。そして猛スピードのバッキリクレーム。さあどうだ、残りはどうですか、どうやら残った。皮肉な怪我人、またしてもゴールリフト、ここでタイムアウトであります。ここはどうだ、残りあと5秒、残りあと5秒、沈着レースが行ってもらったい。セーフ、自ら自己申告セーフと雄たけびを上げました。残り2秒。闇の空から一条の月明かり、いよいよサスケ煮詰まってまいりました。注目のサードステージ6人が向かいます。股間のあたりにその細い棒を挟み込みまして、いよいよ最後の仕上げに取り掛かろうという山本慎吾24歳です。さあ行くか、ファーストセカンドステージに続いてまたトップで一番乗りか、どうだ、ゴールまで近づいてきたが、始めようか。山本慎吾が行きました。ゴールは温泉、ゴールは温泉。しっかり冷静に体を運んでいくか。松本もうちょっとだ、動きが止まった、動きが止まった。松本もうちょっと反応をつけていく。33歳、6人のうち最年長山田、またしても気温は0度の中でそのコスチュームを脱ぎ去りました。義理のお父さんが鉄工場をやっている関係で、このサードステージのパイプスライダーを実際に作ってもらって特訓を積んできたという山田。無駄がなさすぎる山田の肉体、筋肉細胞が生きて心に向かって集中していくか。意を決した山田です。互い違いに手のひらを乗せていきました。左が10秒、右手が逆手であります。さあおっとがアメリカチーナ、ちょっと調整する、微調整する。右を出していく、おっと左を出した。このグリップの仕方はどうだったのか、これは考え始めた戦略でありましょうか。さあちょっとバランスを崩し加減でいきましたが、ブレイクゾーン、ブレイクゾーンに足をかける。ストイックな怪力王がついにこのサスケに関しても目覚めてしまいました。右が逆手、左が順手。さあぶら下がりました。順当に順当に前に進んでいく。さあ宙に浮く格好になっている。ここで反動をつけるか。難なく着地、最後まさに不協力なターミネーターのような動き。後半はわずかなかすかなジャンプジャンプを繰り返しておりました。
ボですね。あ、握るとね、こうちぐはぐになるんですけど、その辺はもう練習でもうちゃんとまっすぐできるようにしてますんで。次はいよいよファイナルステージですが、意気込みの方を。ね、相手に不足はないですよ。相手が大きければ大きいほどやっぱり燃えてくるんでね、もう勝負は五分と五分です。必ず勝ちますんで。いよいよファイナルステージ、前人未到天の頂へと5人の男たちが登ろうとしています。15秒だ。警報装置が鳴っている。あとわずか天空の頂まで。あーっと、なんていきなり急降下。残り数メートルを残して無念の山本慎吾。しかしながらここまでよく突き進んでまいりました。これは厳しいか、松本。これも急転直下。腕の感覚はもうないのか。残りあと1秒。山本ピンチ。急転直下。メタリックな天空の城に一点筋肉の塊がおります。山田勝美、ボンベ配送業33歳。いよいよファイナルステージです。とにかく身につけているもので1グラムでも軽くしたいと、コスチュームを軽減してまいりました。山田、命綱、この赤いラインが己の筋肉の中に走っている。この山田の大動脈を思わせます。己の腕っぷし一本で果たしてファイナルステージを制することができるか。人間ガスボンベ、山田勝美。さあ腕の力を利用する。足は使わない、足は使わない。さあ足は蹴るのみ、足は蹴るのみ。ドルフィンキックといった感じであります。さあ5メートルを制した。今度は足を使います。今度は反動をつけた後は5メートルを過ぎてから足を使っていった。さあ10メートル、残りあと15秒、残りあと半分。さあ10メートルからの5メートル、10メートルからの5メートル、残りあと10秒、残りあと9秒。山田取り付けられた。残りあと6秒。さあどうだ、あと数メートル、あと数メートル。2秒、1秒。さあどうだ。この山田はサスケに狙いを絞って13キロウェイトを落としてまいりました。言葉出ませんか、山田さん。はい、頑張りました。最初から足で行った方が良かったかもしれないですね。本当に手を伸ばせばあのヘリが掴めたような風に見えましたけどね。そうです。あと50センチもなかったですね。20センチか30センチぐらいですかね。ですよね。山田さん、今回あの十何キロも落としてきてね、あまりにもその空腹ということで一時不眠症になるなんていう局面もあったらしいですね。うん、そうですね。そんな風に山田さんをこの種目へ駆り立てたその動機っていうのは自分で思うに何なんですかね。いや、ただ目標確かめたい何かを。その負けたくないっていう、ただそれだけです。残りあと5秒です。まもなく 10m の距離。大森もあとわずかだ。全てが終わりました。大森にとっても、今回のサバイバルにとっても。お願いします。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。